皆さんこんにちは、松かなチャンネルの松本かな子です。今日も1日1曲見に来てくださりありがとうございます。今日チャレンジする曲は1985年5月29日自身の誕生日ですね、5月29日生まれの美空ひばりさんのシングル曲夢ひとりというね曲にチャレンジしてみたいと思います。本当ねこれ多分知ってる人少ないと思うんですけれど、すごくいい曲で、はい、これ歌ってみたいと思ってチャレンジしてみたいと思います。こちらの曲は1982年の6月の26日中野サンプラザにて開催されたリサイタルに作られた曲です。美空ひばりさん48歳の誕生日に発売されました。ね、本当にもう美空ひばりさんね、未だに一番素晴らしいシンガーソングライター、じゃあシンガーソングライターね、歌手ねっていうとね、ランキングを取るといつも1位ですよね。本当に素晴らしい方だなと思います。はい、今日はね、でこちらね、作詞が美空ひばりさんで作曲がイルカさんなんですね。あのねフォークシンガーのイルカさんと一緒に作っている曲です。 B 面にはビロードの夜っていう曲があって、こちらは木杉悦子さん、木杉高尾さんのね、お姉さんが、はい、一緒に制作しているということで、ね、こちらもちょっとね聞いてみたいなと思いながら、はい、今日はですねこちら夢一人にチャレンジしてみたいと思います。聞いてください。ありがとうございました。松かなチャンネル登録、そして高評価ボタンよろしくお願いします。あー、なんかちょっと間違えちゃったねー。でもすごくね、私なんかちょっとテンポフォーク調にやっちゃったんですけれども、すごくいいね。だから美空ひばりさんが歌ってるバージョンとイルカさんが歌っているバージョンがあって、なんかそれぞれに違う、まあ歌ってね本当に自分の歌い方で歌うっていうのがね、そこに魂が乗るんじゃないかなと思って、まあ、今回の夢一人は松かなバージョンで、はい、歌ってみましたけれどもね、すごくこの曲いいな、もっともっと練習して弾きたいなって思う曲でした。はい、それでは明日も松かなチャンネルで元気にお会いしましょう。感染症対策、そして熱中症対策気をつけながら、明日も元気に待ってます。それではまた明日、またね。